はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は本日からピックアップが来るタメトモさんのピックアップについて引いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。タメトモさんに関しては3月17日から1日のピックアップとなっております。で、工場のサーバントです。で、それを踏まえた上でタメトモさん引くべきなのかというお話なんですが、タメトモさんに関してはまあ引いて損はないキャラクターなんですが、無理する必要はないかなと思います。まあ理由としてなんだけど、この子秩序特攻を持っているので、今後の周回で活躍する場面っていうのは結構あると思います。ただ現環境アーチャーってすごい魔境なんですよ。この子も欲しいし、この子も欲しいしっていうのでね、もう全部選んじゃうとしんどいみたいな感じになるので、まあ、今回の工場のこのピックアップに関してはやっぱりスルーしてもいいんじゃないかなと思います。というのでタメトモさんの性能を見ていくんですが、タメトモさん普通に強いです、この子星5のアーチャーとなっているんですが、まず第1スキル、自身のバスター性能を3回の3ターンアップし、クリティカル威力を3ターンアップ。第2スキル、自身にガッツ状態を1回の3ターン付与し、ガッツ発動時に自身の防御威力を1回の3ターンアップする状態付与、弱体を解除する状態を3ターン付与、NP を 30% 増やす。第3スキル、自身に必中状態を5ターン付与し、毎ターン防具の威力をアップする状態を1回の5ターン付与を5ターン、毎ターン NP 獲得状態 10% を5ターン付与するというスキル構成です。で、この子シンプルに強い。第1スキルでバフして、第2スキルで耐久しながら防具回転率上げて、第3スキルでギミック対処しながらバフをするということで、普通に強いじゃんっていう性能です。で、まあ上から解説していくんですが、まず第1スキル、バスター性能とクリ力上げてくれるということで、シンプルに火力が出てくれます。ただバスター性能アップに関しては回数式になっているんで、ここだけご注意ください。で、第2スキル、まあガッツに関しては耐久することができる、プラスガッツ発動時に自身の防具威力を1回上げてくれます。まあガッツイコール防具が上がると思ってもらえれば OK です。で、そこから弱体も解除してくれるということで、まあ弱体状態になったとしても一応ある程度対処することは可能だよという感じです。で、そこから NP30% ということは、 NP30% アペンド 20% NP50% 霊装で防具が打てるという普通に強い性能になってるかなと思います。で、第3スキル、必中状態5ターン付与、5ターン付与してくれるっていうのが結構強いです。で、そこから毎ターン自身の防御威力上げてくれるんですが、まあ、これに関して毎ターン上げてくれるということで、3ウェーブ目に1回防具打とうって思うと 40% 防御威力を上げてくれるということで、オベロンとかのサポーターと組み合わせがめちゃくちゃいいです。ただこの子に関してずっと防具連発ってなってしまうと、防御威力アップが結局 20% 1回しか乗らないっていうことになるんで、瞬間火力を極限まで出したいんだったら防具を打たない運用をしないといけない。で、連続して打っていく場合、平均的な火力が出るって思ってもらえればいいかなと思います。で、そこから毎ターン NP 獲得状態 10% 付与ということで、まあ仮に NP50% チャージで砲具が貯まる、あ、 NP30% まではなんとか貯めれた、 NP チャージをして3ウェーブ目に砲具打てるようになったみたいな運用方法もできたりするので、まあこれに関しても普通に強いかなと思います。というので、スキル構成だけ見た際にタメトモさんに関して全部普通に強いです。まあただ強いて言うんだったら、その確実に防御威力上げたいってなると、ガッツ発動しないといけないとか、ターンを待たないといけないっていうのがあるんで、ちょっとそこだけ注意が必要なのかなと思います。ただそれは置いといて、普通にタメトモさんぶっ壊れてるなーっていう感覚が正直します。で、そこから防具なんですが、防具に関しては自身に無敵貫通状態を一旦付与し、防御無視状態を一旦付与、水辺のあるフィールドにおいてのみバスター性能を一旦アップし、敵全体に強力な秩序特攻の攻撃、オーバーチャージで特攻威力アップとなっております。で、まず無敵貫通と防御無視もう強すぎる。防具打つだけでそれ貫通できるっていう時点で、ギミック対処がめちゃくちゃしやすい、高難易度での運用がしやすいってことを考えると普通に優秀で、水辺のあるフィールドにおいてのみバスター性能を上げてくれるんですが、基本水辺でね、タメトモさん使う場面っていうのはなかなかないんで、基本このバスター性能アップは刺さんないって思ってもらえれば OK です。で、そこから敵全体に強力な秩序特攻の攻撃してくれるんですが、まあこれに関して特攻は 150% 乗ってくれるということで本当に優秀です。で、過去
の周回編成だったんですが、タメトモさんがシャレルマーニュにめちゃくちゃぶっ刺さるということで、タメトモを運用して周回してる方っていうのも一定数いました。それぐらいに秩序特攻って現環境なかなか持っていない特攻宝具となってるから、まあ、そこを考えて狙いに行くっていうのはありなのかなという感じです。ということで早速タメトモさん運用していこうかなと思います。まあ、今回に関しては黒聖杯運用でどれぐらいの宝具の火力が出るのかっていうのを見てもらえたらいいかなと思います。あとタメトモさんを使う上での注意点もちょっとお話できたらいいかな。では まずやっていくんですが、タメトモさんの第3スキルに関してこれ初ターンで打っといてください。なぜかというとこれ次のターンに打ったタイミングで宝具威力アップがつかないので、これ毎ターン毎ターン付与してくれます。これね本当にね初めに切らないともったいないスキルとなっているんで使っておきましょう。でタメトモさんのいいところなんですが、シンプルにこれ毎ターン NP10% 獲得持ってるんですよ。なので次のターンに NP が 50% 貯まるっていうのは便利かなと思います。でかつタメトモさんってあれなんですよね、アペンドを開けなくても、あ、アペンドを最大にしていなくても実質次のターン2ターン目は NP50% 運用できるっていうねやり方もあったりするんで普通に強いです。でこのターンなんですが、まあ普通にバスター性能を上げて CT 加速して、バスター性能を上げてぶん殴っていきましょう。まあ、ついでに人の力特攻を入れときますか。でガウェインは確か人の力特攻乗らないはずなんで大丈夫だと思うんだけど、一応確認しておきましょう。ガウェイン一応この子地のサーバントだった気がするから大丈夫だとは思うんですが、あ、よかったです、はい大丈夫でした。というのでまあ宝具っていくんですが、マジこの宝具かっこいい、もういつ見てもかっこいいんだよね。宝具の火力としては120万ということで、だいたい平均で40万程度出ております。でラストですねに関しては普通にオーダーチェンジをしてやっていくんですが、まあ、ここに関して CT 加速するとバスター性能アップ戻ってきますということで、バスター性能上げて NP30% してあげて NP20% 獲得してあげましょう。でこうなった時に、まあ、スター獲得持っていないということで、まあ、クリティカル運用することできないんですが、まあ、オベロンの第2スキル組み合わせてあげるとバスターには確実に星がいく。まあ、あとはねアーチャーというクラスでクリティカル運用がお気持ちしやすいっていうのもあったりするんで、まあ、ここはうまいこと活かしてあげるといいんじゃないかなと思います。で夢の終わり打って決戦強化使ってぶん殴りましょう。でこれね本当にいい火力出てくれる。結構ね今回モリモリのバフモリで殴っているんですが、さっき平均で40万ぐらい出たかなって思うんですけど、それがグワンって跳ね上がります。はい秩序特攻入っているんですが95万ということで余裕です。本当にいい火力が出てくれる。まああの宝具レベル2ということで、まあちょっとね火力的なことを言うと90プラプラでの運用ではミリ残ししてしまうポジションにはなっているんですが、シンプルにこれだけ出れば普通の90プラプラだった場合ある程度追撃込みで周回することができるんで普通に優秀です。でかつタメトモさんに関してやっぱり宝具を温存すればまた宝具の火力が上がってくれるし、まあうまいこと運用することによってさらに火力を上げることができるっていうのはタメトモさんの強みかなと思うので、まあこの子に関して本当に強いアーチャーと思ってもらえればいいかなと思います。ただ注意点なんですが、秩序特攻が乗っていない場合宝具の火力は本当に低いです。特攻が乗ってることによって火力が爆上がりするって思ってもらえればいいかなと思います。以上ということで今回タメトモさんについて行くべきなのかというお話してきたんですが、こんな感じとなっております。まあ、現環境タメトモさんやっぱり土の特攻が強いということで普通に引く価値自体はあるかなと思います。ただ他のアーチャーが魔境がゆえに無理して狙う必要っていうのは個人的にないかなと思うので、まあ、そこに関しては自分の手持ちと相談して引きに行くというのでいいんじゃないかなと思います。まあロボットが好きだったら引きに行ってください。めちゃくちゃかっこいいです。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。